今回はホンダのバイクについての動画になります。ホンダのバイクの新技術、世界で初めて二輪車用油断式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御することにより、ライダーのクラッチレバー操作なしでスムーズな発進、変速、停止を可能とした二輪車用ホンダ e クラッチの情報をホームページで公開しました。このホンダ e クラッチは発進、変速、停止など駆動力が変化するシーンで、電子制御技術を駆使することにより最適なクラッチコントロールを瞬間的に細かく行い、ライダーの手動クラッチ操作以上に違和感のないスムーズな発進、変速、停止を実現しています。またライダーの要求に幅広く対応するため、電子制御によるクラッチコントロール中でもライダーがクラッチレバーを握るだけで、通常のマニュアル車と同様にクラッチ操作を行えるようにしました。これにより、より多くのライダーの運転経験や技術に対応することで、さらに快適にライディングの楽しさに集中することが可能になります。また軽量コンパクトなシステムを開発したことで、既存のエンジンレイアウトを大きく変更することなく搭載できるため、順次ファンモーターサイクルへ適用する予定です。このホンダ e クラッチが最初に導入されるバイクは何になるのでしょうか。ホームページからは動画を見ることができますが、この動画を見ると私が乗ってる CBR650R にそっくりなんです。エンジンをかけた時の音やその後のアイドリング音が CBR650R とほぼ同じサウンドです。少し低音のマフラーサウンドなんてほぼ同じですね。まだバイク自体は出てるわけではないので、サウンドは現行の CBR650R を使ってるかもしれないですね。そして左手のクラッチ操作がなくギアを上げることができる。これはクイックシフターと同じで、 e クラッチはダウンする時もクラッチ操作がないので、現行 CBR650R にアップダウンのクイックシフターを装着させたバージョンみたいな感じですね。またダウンした時に回転数を合わせる負荷す行為が不要みたいで、自動ブリッピングもされてるサウンドが聞こえますね。これは楽しそうです。私的には今乗ってる CBR650R にダウンのクイックシフターも欲しかったので、 e クラッチが装着された CBR は魅力的です。 e クラッチはマニュアルに切り替えもできるみたいなので、マニュアル操作がしたいならオフにすれば今までの普通のマニュアル運転が楽しめるのかと思います。と言ってもクイックシフターを装着するとほぼクラッチ操作しなくなります。そこまで攻めるわけではないが、峠ではクイックシフターがあった方が楽しいです。そしてこの e クラッチの第1弾となるのが CBR650R と言われています。来月11月に行われるミラノショーで明らかになると言われてます。外観はほぼ変わらないだろうと言われており、マフラー形状がショートではなく CBR400R と同じような形状になるのではないでしょうか。排気量も650のまま据え置きで、スペックもほぼ変わらないとか、なので金額も110から少し値上げしたぐらいで収まるような気がします。115から120万ぐらいではないでしょうか。カラーリングはもしかしたら現行 CBR1000RRR や 600RR みたいに青が入るカラーリングになるかもしれないですね。現行のカラーリングは2018年式の CBR1000RR のカラーリングですし、そうなると次期 CBR650R にはあまり魅力を感じないかもしれないです。ホンダ的にはとりあえず e クラッチ第1弾としてのテスト車みたいな感じで考えていそうな気がします。これでうまくいったら他の車種にも適用させるような。ちなみにこの e クラッチを導入する背景って何でしょうね。最初にホンダが説明したクラッチ操作を簡単にさせるため、車では脱炭素ということでカーボンニュートラル化が進んでいて EV 化が進んでますが、バイクも同じように EV 化が進んでいますので、 e クラッチもカーボンニュートラルに関係するんですかね。そうなると魅力を感じてくるのはやはり400の4気筒ではないでしょうか。現状ではまだ情報がないので何とも言えないですが、やはり CBR400RR が出てほしいところです。 CB400 スーパーフォアも興味あります。
簡単ですが CBR650R の歴史を見てみましょう。 CBR600F 1992年以来、 CBR600F4i 2001年、 CBR600RR 2003から2013年と続いてきた。ミドルクラス CBR の新型として2014年4月に新登場したのが CBR650F だった。直前のモデルが MotoGP マシンをイメージしたピュアレーサーライクだったのに対し、 CBR650F は幅広いライダーに受け入れられるモデルとして開発された。それは CBR600RR に比べてアップ気味になったハンドルポジションにも明らかだった。 648cc の水冷直列4気筒エンジンから伸びるエキゾーストパイプは1974年登場の CB400 フォアを思わせる流れるようなラインで構成され、フルカウル装備の CBR650F でありながらカウルの間からその姿がうかがえるようになっていた。同じタイミングでネイキッド仕様の CB650F も登場。カウルの有無とハンドル、それに伴う外装以外は同一だった。2015年に特別カラーモデルを設定した後、2017年には平成28年排出ガス規制に対応するためにマイナーチェンジを受けた。この際に LED ヘッドライトを採用するとともにカウルのデザインも変更され、よりシャープな印象となった。よりスポーティなデザインに一新されてマイナーチェンジ。平成28年排出ガス規制に対応すると同時に LED ヘッドライトを採用し、従来から LED だったテールライトと合わせて前後 LED 化が完結。また6速ミッションのうち2速から5速までのギア比をローレシオ化することで、市街地でも高速道路での追い越しでもより力強い加速フィールを得ていた。引き続き ABS を標準装備。2018年11月のミラノショーで後継モデルとなる CBR650R 2019年モデルが登場した。これまでの CBR650F 2014年からの後継モデルとしての位置づけで、 CBR650F にネイキッドの CB650F が設定されたように、この新しい CBR650R とともに基本コンポーネントを同じくするカフェスタイルの CB650R も登場した。 CBR650R はカウリングイメージを一新し、同時代の CBR1000RR ファイアーブレードを思わせるデザインとなったが、かといって CBR600RR のような位置づけのピュアスポーツへとキャラクター変更したわけではなく、 CBR650F 時代と同じ幅広いライダーがスポーツ走行を楽しむことができるモデルだった。そのため 649cc の水冷4スト直列4気筒 DOHC エンジンの最高出力は 70kW。 これは EU の A2 ライセンス保有者に向けた 35kW モデルをラインナップするためだった。スタンダードモデルの出力が 70kW 以下である必要があった。アシスト&スリッパークラッチとトラクションコントロールを搭載し、灯火類はすべて LED が採用されていた。日本仕様は2019年3月に発売された。2020年10月にはマイナーチェンジを受けた欧州向け2021年モデルが発表された。5ユーロ規制に準拠するとともに、新しいフロントフォークの採用などの小変更が加えられ、 USB 電源ポート Type-C も追加された。同様の日本向けモデルは12月に発表され、2021年1月に発売された。2023年2月には日本国内の平成32年令和2年排出ガス規制に適合した 8BLRH03、 2023年モデルホンダ CBR650R、 平成32年令和2年排出ガス規制をクリアして、排ガス記号を含めた型式が 8BLRH03 となった。その他の基本仕様は2021年発売モデルを継承。なおカラーリング変更も受け、新色としてホワイトが加わった2023年2月16日発売。 CBR650R は何かに秀でてるバイクってわけではなく、万能って感じのバイクです。
それがみんなが求めてるバイクなのかもしれない。価格も650の4気筒なのに110万で買えますからね。さて、私の CBR650R は今後